汝、世の闇に寵愛されし少女。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。善も悪も生も死も超えたところを、幸も不幸もない、喜びも悲しみもない、白と黒が私を切り裂いて、天と地が私をなぶって、どこから始まって、どこで終わるのか、私はどこにも属さない。私は歩んではいないのだ。ただ世界が回っていた。楽園。何番にいたしましょう。15番で。かしこまりました。レン、出番だ。お客様に粗相のないようにな。そこは楽園と呼ばれていた。館の名前もあったのだろうが、私たちには知らされていなかった。もちろん楽園がどこにあるのか、私たちは何をしているのか、そしてなぜここにいるのか。おはよう。おはよう、レン。やあ、やっと起きたね。カロス。楽園へようこそ、レン。楽園。レン、僕仕事に行ってくるよ。また呼ばれちゃったんだ。カロス、またお仕事？平気だよ、レン。またすぐに会える。それまでおとなしくしているんだよ。クロスという少年はいつものように忙しく仕事に出かけていった。私の知らないところで彼の凄惨な仕事は毎日繰り返されているようだった。いや、他の子供たちもみんな私の知らないところで。なぜか私には仕事が来なかった。そう、他の子供たちが衰弱し痩せ衰えていく中、私だけは美味しいものを食べ、お人形で遊んでいればよかった。私だけは特別なのだ。クロスは私をお姫様と呼んだ。おはよう、レン。今日もいいお天気ね。でも風通しが悪いわ。窓を開けましょう。その元気な子はエッタと言った。いつもニコニコ好奇心旺盛で、部屋中のあちこちをつついてはクロスに怒られていた。ねえレン、一緒に遊びましょう。いいけど、お仕事は？今日は変なお洋服を着なくていいの？今はお休み。だってクロスが出ているんだもの。あの子最近指名が増えたわよね。社会的ニーズってやつかしら。エッタは少しませている。くだらない冗談を飛ばしてはクスクス笑うのが癖だった。家事は可憐でお
大人びた女の子だからおじさんたちの指名が多かった。でもアジェは一切嫌そうな顔をしない。そして手際よく仕事を済ませてしまう。アジェ、お仕事嫌じゃない？とっても痛いんでしょ？大丈夫、レンは気にしなくていい。いろいろとコツがあるの。上手にやればすごく簡単なのよ。レンが心配することじゃない。レンはいつも幸せだから、それでいいの。レンが幸せなら私も幸せだもの。カトル、いつも殴られてばかりいる男の子、体が小さいせいかいつだってお人形さんみたいに遊ばれていた。わかんない、新しい遊びなんだってよくわかんないや。あ、大丈夫だよレン、僕は平気、全然平気さ、いつものことだよ。もう痛くないよ、レンがいてくれれば全然平気。カトルはいつも見えないところで血を流して、それは多分おまじないの一つだった。綺麗な人はきっと綺麗な血を流すのだ。ただいま、レン。少し長引いちゃったよ。そしてクロス、彼が私たちのリーダーだった。同じ部屋で過ごしているかけがえのない仲間たち。他にも子供たちはいたみたいだけど、どうでもよかった。私たちは5人で楽園に住んでいた。お姫様、ねえクロス、他のみんなはどうしてお部屋にレンとクロスしかいないの？何を言っているのさレン、ここには初めから僕たちだけ。そうだったかな。そうだよ、初めから僕。後で気づいたけれど、他のみんなを隠していたのは私に気を使わせないためか、あるいは直視できるような状況ではなかったのか。クロスはいつも私の目を塞いで何も見えないように注意していた。
こと教えてあげる。はい喜んでって言うのよ。するととっても喜んでくれるの。はい喜んで、何をされてもはい喜んで、これでみんな喜んでくれるわ。おかしいでしょ、喜んでいるのはお客様なのにね。私も一つだけ教えてあげる。あのね、相手の気持ちを想像するの。きっと気持ちいいんだろうなとか、今感じているんだろうなとか。できないけれど、嫌なことは気にならなくなるの。無理やりはダメ。どうしたら相手が喜んでくれるかきちんと考えるのよ。じゃあ僕も。あのね、絶対にごめんなさいって泣いちゃダメなんだよ。ごめんなさいって言うとますますぶたれちゃうからね。痛くても悲しくても泣いちゃダメ。ごめんなさいって言っても許してもらえないもん。みんなありがとう。でもレンには必要ないと思うわ。レンには仕事なんて来ないもの。いつもここでお人形を抱いているの。レン、ずっとここにいるわ。そうだね、レン。君は僕たちのお姫様。大事な大事な人だから。僕たちが守ってあげる。だから何も見なくていいんだよ、レン。勇気。レン、何をしているの？お絵かきよ。ほら、これが怪獣。レンたちを閉じ込めている怪獣よ。金の瞳に真っ黒な鱗。お口は食べちゃった人間の色で染まっているの。罪の色か。素敵だね。でもお腹だけはきっと真っ白。でないとどっちが前だかわからなくなるもの。そうだね。きっとお腹は真っ白だね。ねえクロス、他のみんなは？レン、ここには初めから僕たちだけ。僕、そうだったかな。そうだよ、初めから僕たちだけの世界さ。僕たち二人だけ。さあお絵描きしよう。次はお姫様の絵を描こうかな。クロスは目隠しがとても上手だったけれど、私にも少しずつ見えてきたことがあった。クロスは疲れている。すべての使命を
クロス一人が受けていた。そしてクロスもまた消え始めている。レン、体を拭いてあげる。今日はひどく汚れてしまったから。いつもありがとう、クロ。レン、ごめんね。レン、僕がうまくないばっかりに君を守るって決めたのに。クロス、どうしたの？顔色が悪いわ。なんでもない、なんでもないよ、クロス。なんでもないって言ってるだろ。君が悪いんだよ、クロス。君が悪いんだよ、何もかも。君が悪いんだ。他のみんなはすぐに殺しちゃったくせに、どうして僕だけ生かしておくんだ。君が悪いんだよ、僕を殺さなかったから。君が悪いんだよ、僕を殺さなかったから。君が悪いんだよ、僕を殺さなかったから。僕はもうとっくに死んでいるのに。レン、そして初めての仕事、もう誰もいなかったのだ。私の代わりに出て行ってくれる子供が。だからレンは仕事をせざるを得なかった。レン、出番だ。お客様に粗相のないようにな。どうしたレン、いつものようにやってみなさい。おい、触れ込みと違うじゃないか。15番は特別なんじゃなかったのかね。おかしいですね。いつもは本当にいい子なんですよ。お客様のどんなニーズにもお答えできるとっておきの天使です。はい、ほらレン、挨拶しなさい。今日はどれをやるのかな。可憐なお人形さんかい。それじゃない。ん、じゃない。私じゃない、私じゃない。それは私じゃない、私じゃないんだ。誰かが何か言っている。私はいつものように耳を塞ぐ。誰かが何かをしている。私はいつものように、私はいつものように、私はいつものように遊びに出た。命の水だ。クロスが言っていた。死にかけた人間でも元気になれるって。クロスはよく飲まされていた。とても甘くて美味しい。さあレン、今日はシロップを多めにしておいたよ。ゆっくり飲み干すんだ。ゆっくりゆっくり、そうそう、こゆっくり残さず飲み干すんだよ。ではごゆっくり。支配人が立ち去るとき、頭が少しずれた。もういいとしか、薬が効いてきた。さあレンちゃん、座っておしゃべりをしよう。はい、喜んで。うん、いい返事だね。
今日もいいお天気ね。でも風通しが悪いわ。窓を開けましょう。ねえレン、一緒に遊びましょう。私もお人形さんごっこしたいな。今は大丈夫、レンは気にしなくていい。それにいろいろとコツがあるの。上手になれば意外と簡単なのよ。レンは心配することじゃない。レンはいつも幸せ。新しい遊びなんだってよくわかんないよ。レン、何をしているの？罪の色か。素敵だね。そうだね、きっとお腹は真っ白。みんな、みんな、夢の続き。レンは強い。ヨシアはある日そう言った。私の知らない言葉だった。レンは強い。そうだ、レンは強い、レンは強い、レンは強いんだ。執行者候補レンはこの上なく優秀だ。そしていつの間にかヨシアはいなくなった。相変わらず。ヨシアってばどこに行っちゃったのかしら。お仕事って言ってたけどずいぶん長くかかるみたいだし。せっかくレンが正式に執行者になったのに。それに本当のパパとママを紹介してあげようと思ったのに。でもいいわ、ヨシアならちゃんと帰ってくるもの。帰ってきてレンに土産話を聞かせてくれるわ。そう、その気になれば。赤ちゃん、かわいい。本当にそれは真新しい命。あの子はきっと正しい子供なのだろう。私には無理だったけど、もう私には無理だけれど。名前の知らない赤ちゃんと。かわいいね、お前にそっくりだよ。ほら、よしよし。
前の子はあんなことになってしまったけれど。でもよかった、女神様は私たちのことをお見捨てにならなかったのね。おいおい、その話はしない約束だろ。昔のことはもう忘れよう。ええ、悲しいけどその方があの子のためよね。ああ、おお、よしよし、いい子でちゅね。で、汚れた子供たち、昔のこと、あんなことになった。そうだった。でもそうだったのだ。でも生まれてきレン。俺たち執行者には全ての行動が許されている。あの者たちをどうするか、お前の好きなように決めるがいい。もっとも切るほどの価値があるかどうかは疑問だがな。善も悪も生も死も超えたところを淡々と歩いてきて、幸も不幸もない、喜びも悲しみもない、白と黒が私を切り裂いて、天と地が私をなぶって、私はどこから始まってどこで終わるのか、私はどこにも属さない、私は歩んではいないのだ。ただ世界が回っていた、私の知らないところで、世界だけならば、世界はいつだってレンのために回っているのだから。だから悲しいことなんて。偽物さんたちなんて知らないわ。本当のパパとママは他にいるもの。私は何も言わない。レンが自分の心で感じるままに判断しなさい。そろそろ夜明けね、行きましょう。目的地はクロスベル。
一定高度まで達したらブースターを切って飛翔機関に切り替えなさい。善は1、1は善。善は1から起こり、そしてまた。ここに記憶のかけらと祝福を与え。そういう君こそこの光景の前にはいかなる言葉も無力だろう。ただ恐れ打ちのめされるだけさ。
結局他の連中は戻ってしまらねえ話だな。おい、レンはすでにこの空域から離脱したようだ。ルシオラは行方不明だが、我らが心配しても仕方ない。別に心配はしちゃいねえさ。ただ死なすにはちょいと惜しい女だからな。せいぜい無駄死にしてないよう祈るだけさ。同感だ。ただレーベについてはおそらく望みはなかろう。ああ、こんなことならとっととやり合っておけばよかったぜ。やろう。いつも理由をつけて手合わせを避けやがったからな。我らとは違い、彼には明確な目的があったから。しかもどうやらその目的は達せられたようだ。今頃満足していることだろう。使ってリベールを支配するんだろ。それどころか大陸全土まで。これじゃ話が違うじゃないか。考えてみれば僕が勝手にそう思っていただけで、そんなことは一言も。もう嫌だ。あいつらには逃げられるわ。カンパネルラ様にはいじめられるわ。おまけにこんなわけのわからない結果になって、僕たちは今まで何をやらされてたんだよ。ネルラ様、ご無事でしたか。ご苦労様だね。でもこんな時までお仕事なんて、さすがに真面目すぎるんじゃない。いや、外はすごいよ。何百万ミラ積んだって見られるような光景じゃない。まだ間に合うと思うから、君たちも見物してきたらどう？滅相もありません。そういうわけには。条件付けされた君たちには、まあいいや。そこ通してくれる？ちょっと野暮用で聖堂に用があってね。ですがいかにカンパネルラ様といえど、教授の許可なしには。ああ、教授なら死んだから。まさか。あれ、僕の言うことが。ちょっと、よし、なら君たちにもギルバート君みたいな楽しい思いをさせてあげるよ。そうすれば僕の言うことも。いやその、そんな気遣いをされずとも最初から信じておりますから。なら、とっとと外の見物にでも行ってくるといい。君たちに警備を命じた人間はもういないんだからさ。そうさせていただきます。それではごゆっくり。Thank you.
これで彼らも様子見か。まあ記憶を奪って放り出すのももったいないから。さすがに外の雑音もこの中までは聞こえ、まあそうでなくちゃ役目は果たせないんだけどね。アクセス執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、蛇の使徒第三中ゲオルグ・ワイスマンに代わり精神の前の立ち入りを申請する。聞かれましたよ。皆さんお揃いみたいだね。白面が滅びるとどうやらフルスレ老いたをしすぎたみたいね。ねえカンパネルラ、彼はどんな死に方だったの？それが傑作でね、頭のてっぺんからつま先まで全部塩にされちゃったんだ。それで最後は粉々に砕け散っちゃった。うわぁ、ゾクゾクしてしまうわね。ああ、私もその場にいられればよかった。塩の国、ノーザンブリアに出現した特異点の産物だね。この目で実物を確かめたかったところだが。しかし意外だな、あの抜け目ない御仁がそんな隙を見せちまうとはね。おそらく相手は守護騎士の一人であろう。それも今まで不在とされた第5位に違いあるまい。なるほどね、だからこそ隙が生じたか。なんて名前なんだ？ケビン・グラハム、かのカーネリアンに学び下法狩りを名乗っている。いろいろと歪んでいて楽しそうなお兄さんだったよ。カーネリアンのなんだかマスマス。おいおい、深淵のあれほど熱を上げていたレオンハルトが死んだってのに、もう次の男あさりかよ。あら、心配ね。これでもレオンのことはちゃんと悲しんでいるのだから。とうとう最後まで振り向いてもらえなかった。
られそうもないわね。そうですね、良き刑事であったのに本当に惜しいことをしました。確かにレギオンの中でも気候と剣で渡り合えたのは彼くらいであった。ええ、よく無理を言って稽古に付き合ってもらいました。いずれは私を上回る剣士となったやもしれません。そう考えると本当に惜しい。別に問題はないだろう。戦力全体における損失は極めて軽微、想定の範囲内だよ。今後の影響を考えると殲滅天使の方が大問題さ。あの嬢ちゃんか、随分混乱してたようだが、果たして戻ってくるのかね。まあそれは彼女次第でしょう。我々は彼らの上位にあるが、彼らの行動までは制限できない。それが掟です。でもね博士、私たちもゴルディアス級の重要性は理解しているつもりです。ですがこれはあの方が決めた掟なのです。その意味はお分かりでしょう。教授の漆黒の坊やへの執着は少々度が過ぎていた気もするけど。そう、そしてそれが彼。そうでしょう、カンパネルラ。確かにヨシュアにこだわりすぎたのは敗因の一つかもね。あのケビン君にもそのあたりを狙われたみたいだし。はいはい、わかったよ。でもまあ私だって13工房を預かる身だからね。ゴルディアス級の運用状況を確認する意味でも監視は続けさせてもらうよ。ええ、それはお任せします。それより皆さん、そろそろ降臨なされますよ。うん、そうか。ドキドキしてしまうわね。みんな揃っているようですね。第三中を除きまして全員揃いましてございます。ご苦労、カンパネルラも我が代理としての見届け役、大義でありました。恐れ入ります。すでに復員計画の顛末はご存知かとは思いますが、最も重要な役目を果たす。7の秘宝が1。空の秘宝、しかし支払われた代償はあまりに大きい。ワイスマン、そしてレオン。いえ、それだけではなく、計画にまつわる全ての犠牲も、全ての席はこの私にあります。
滅相もありません。どうかご自分をお責めにならないでください。白面殿の死は自業自得というものでしょう。もし責められるならば、彼をいさめもせずに感化してきた我々使徒全員のはずですわ。いいえ、この事態を私は半ば想定していたのです。それでも私は全ての決定を彼に委ねました。それが世界にとって必要と判断したがゆえに、ですから全ての責は私にあるのです。名主よ、なぜ御身はそこまで。この後しかるべき揺れ戻しが起きることが予想されますが、おそらくその件に関しては教会が動くことになりましょう。彼らに任せておきなさい。承知しました。少し気になりますが、御心のままにいたしますよ。して我々はこの後どう動くといたしましょうか。西方の鐘は鳴らされ、第一の盟約は解かれました。今この時をもってオルフェウス最終計画が一、福音計画の完了と。そして次なる段階、幻影計画の始動を宣言します。おお承知しましたわ。我ら蛇の使徒一同、大いなる滅死のこれより全身全霊をもって計画遂行に着手いたします。幻影計画、いよいよ始動というわけか。仕込みは十分、規模と完成度は福音計画の比じゃないはずだ。これは面白くなりそうだな。ところでさ、僕も人のことはとやかく言えないんだけど、誰だか知らないけど、覗き見はそのくらいにしたら？もしあの白き翼でもうこの庭園には覚悟はよろしいですか。承知しました。それでは皆さんを呼んで白き翼へ向かいましょう。配置完了しました。始祖様、どうか始めてください。わかりました。それでは皆さん、この白き翼が大空へと舞い上がる姿、そんな光景をイメージするといいでしょう。了解でさ。簡単に。この船は初めてですが、さぞ美しい光景でしょうね。そういう昔逮捕された時に
くそ、あれから僕の人生はめちゃくちゃに。そこのお方、どうか協力をお願いします。みんなの思いが一つにならなければこの翼がよみがえることはない。何でしたら一人で庭園に残りますか？協力する、協力しますってな。まったく、つぶつぶ、どうして僕までこんな。やれやれ。さて、それでは始めましょうか。これは。起動完了。アルセイユ、いつでも発進可能です。さすがに緊張したね。これで準備は整ったか。ケビンさん、どうしますか？ええ、出発するとしましょう。清掃の外側。承知しました。ユリアさん、よろしくお願いします。了解です。王室親衛隊所属巡洋艦、これより機関始動。イエスね。清掃の真の姿か。まるでカレイドスコープだね。時速3000、3100、ちょっと待って3500、時速5000デルジュに到達。何？現在のアルセイユの最大戦速を大幅に上回るなんて。どうやら理論的な限界値まで性能を引き出せたようですね。これも皆さんが思いを一つにしてくれた証拠でしょう。びっくりです。この速度なら目的地までそれほどかからへん。清掃の領域はまだ抜けられないのでしょうか？いや、距離的にはそろそろのはずだ。主砲発射準備。連続砲撃による海面突破を敢行する。いや、いつを。これが清掃の外側。まさに不毛の荒野ね。
目的地の座標に関してはすでにお伝えした通りです。このまままっすぐ進めば時期に到着できるでしょう。これで一息つけるわね。なかなかここまで速い船は汽車にもなかったし。しかしこの広大さ、影の国というものがこれほどの場所だったとはな。ふん、これが輝く輪のサブシステムに過ぎないとは。ますますもって輪が消えたということが信じられなくなってしまうね。ええ、そいつは同感ですわ。簡単に消えてしまうにはあまりにスケールがでかすぎる。やっぱりあの時回収されたんは。ケビンさん、どうかした？いや、大したことやあらへん。今回の事件には直接関係なさそうやしな。何これ、後方200セルジに小型の飛行物体を感知。なんだと、こんな場所に他の飛行船が。いえ、どうやら清掃からの追撃者のようですね。追撃者。モニター展開、後部カメラで飛行物体を捉えてくれ。了解しました。銀のドラギオン。見たことのない色。まずいね、アルセイユ以上の速度だ。このままだと捕捉されるよ。取り憑かれたら厄介だな。あの機体には一度アルセイユを落とされている。空中戦用意、反転しつつ敵隆起を迎撃する。いや、それには及ばない。え？何や兄さん。とうとう君たちにこの僕の真の実力を披露する時が来て。大丈夫？下の医務室で休んだ方がいいのでは。まあそこで見ていたまえ、真のヒーローの活躍ぶりをね。ちゃった。なんなのよ。ようやく僕が主役を張れる時が来たようだな。もしこの世界が人の思いを反映するのなら、いでよ早急よりも名を青い。雲海を切り裂く、ボッ！よくぞ来た、ジーアパッシュ！ミクラウヘビ所属、第38強化傭兵部隊中隊長。これより敵隆起の撹乱および迎撃を行う。あの時の人形兵器か。まさか人が乗れたなんて。あの機体、やっぱり山猫を襲ったのは。でも考えたわね、あれ機動性だけならドラギオンと張っているわよ。やるじゃない。
ヘタレかと思ったら根性見せるじゃねえか。うんうん、見直しちゃいましたよ。しかしあれでは撃墜するのは難しそうだ。そうですね、やはりこちらも反転して迎撃した方が。それには及ばないと言っただろう。いいから先に来たまえ。どうせ僕がついていっても戦闘の役にはあまり立たない。ならばここでせいぜい目立たせてもらうさ。君は何、撃墜できないまでもこのままかく乱することはできる。頃合いを見て離脱してそっちに追いつかせてもらうさ。了解した、武運を祈る。そちらこそね、ギルバート。やれやれ、いいところを持っていかれたな。まあ、あいつの腕なら多分心配ないんじゃない。僕たちの山猫号もかなり苦戦させられたし。確かに、ここは兄さんを信じるから。せめてもの無事を女神に祈るとしましょう。そうだね。再び全速、このまま目的地まで一気に駆け抜けるぞ。イエス。これぞヒーローの醍醐味。ああ、僕ってばなんてかっこいい。それはいくらなんでも反則だろう。待って、アルセイン、ごめん、やっぱり今のなし。でも通信範囲外かよ。あれ、今何か聞こえなかった？そう？前方120セルジュに京都王やら目的地みたいだよ。そろそろ目視できそうだな。ヨシュア君、カメラを回してみてくれ。了解しました。最大ズームで目的地を捕捉開始。捉えました。モニターに回します。な、何あれ。わあ、おとぎ話の光景みたい。宮殿、いえ、どちらかというと城と呼ぶべきでしょうか。防爆たる荒野にそびえ立つ影の王の居城か。なかなかロマンをかきたててくれるね。あそこに姉様が。ああ、待ち。それにしてもずいぶんごっついもんを築き上げたもんやな。さて、ケビン殿。そうですな、注意しながら近づいて入れる場所を探してみましょう。多分影の王の方でも俺たちを待ってると思います。了解した。アルセイユ、減速開始。目標地点に到達したら周回飛行に入るように。イエスマン。
ここが城の玄関みたいだね。なんかやたらと入り口があるんですけど、この造りアルテリアにある大聖堂の意匠と似ていますね。ケビン、ルビナ姉さん、中にいるんはもう分かってる。俺はもう逃げも隠れません。いい加減この辺りでケリをつけようやないか。よくぞ来た。我が幻影城へようこそ。もはや多くを語る必要もあるまい。いざ最後の遊戯を始めるとしようか。あがない人とその友らは上にそびえし大門へ。それ以外は等しく三つの門へ。それぞれ終点には趣向を凝らした凶王を用意させてもらっている。それでは互い。姉様、最後までルールにこだわるつもりのようですね。おそらくその通りにしないと影の王のもとには決してたどですが、ある意味彼女自身もルールによって成立しているとも言える存在。おそらく罠の類は仕掛けられていないと思います。あくまで正々堂々と私たちを叩き潰すつもりね。うん、そうみたいだ。なかなか素敵な正体ね。なんだかね、ワクワクしてきちゃった。ちょっとわかるかも。私はワクワク半分、ドキドキ半分だけど。ま、こうして巻き込んでくれたお礼をしなきゃとは思ってたし。喧嘩売ろうってんなら喜んで買ってやろうじゃねえか。いずれにせよ避けては通れぬ道だろう。この影の国が果たしてリベールに新たなる最悪を及ぼしうるのか、それを見極める意味でも捨ておくわけには参りません。僕は早く兄貴たちのところに戻って安心させてあげないと。俺もあんまり帰りが遅くなっちまったらキリカにどやされそうだぜ。僕としてはこのままみんなと一緒にいるのは望むところではあるのだが、ま、さすがにそうも言っていられないだろうね。当たり前だアホ。皆さん、どうやらみんな気持ちは一つみたいですな。それなら門ごとに4つの組に分かれましょう。そのうちの大門は俺とリースが受け持ちます。ええ、おそらく大門の先は最も危険で困難な道のはず。それを含めて振り分けは慎重に決めた方がいいと思います。右門、立ち塞がるは金の巨人。左門、立ち塞がるは黒の幻想。正門、立ち塞がるは赤き青春。大門、立ち塞がるは世界の意志。
続け。行くぞ。おう。行くぞ。了解した。行くぞ。準備はいい？先に進もう。はい、お願いします。オッケー、行くよ。心得た。右門、立ちふさがるは金の巨人。これで準備は全部整ったね。ああ、そろそろ行くとし。ご不運を。ギルバート殿がたどり着いたら私から事情を説明しておきます。よろしく頼みますわ。この後に及んで水臭いこと言うのもなんや。だから一つだけ俺の方から言わせてほしい。みんな、また後でな。全員無事で絶対にまた会おうや。